さあ始まりました。2位通過の井川義彦選手が先行ということで、まずは、赤身とフェッチランド樹木星山の子を切って森からですね、はい。まあ、ということはもう、アセリの探索の待機ですね、はい、はい。じゃあ待機することによって2ターン後に、土地をアンタップに、基本土地をアンタップにすることができるという感じですね。はい。そうですね。バラクートは基本的に1ターン目、アセイの探索か、バラクートのタップイン処理で、スタートするデッキですので。あ、なるほど。はい。はい、あ、しかし、次のターンの動きがないんですね、これは。あ、なるほど。井川選手の取手札には、土地が3枚と、風景の変容と、原始のタイタン。高尾選手の1ターン目、思考学校によって手札が分かってしまう状態になりました。どちらもフィニッシャーですので、はい、ここの思考学校で抜けるのは、いいんですが、どちらとしても同じような働きをするカードなので、はい、ちょっとどっちを落としてもって感じですね。はい、ここは高尾翔太選手は、原始のタイタンを落とす形となりました。うん、まあ、それここは、作品の突破が入っていることも、はい、考慮に入れて、まあ、被写のタイタンの方を落としたなと思いますね。なるほど。さあ、ここは、バラクートタップイン処理と。高橋選手、しばらく相手の動きがないと分かったので、ここからどういうふうに動いていくでしょうか。とりあえず、クロックの展開ですね。はい。クロック1ターン目ハンデス、2ターン目クロックの展開、3ターン目、ベールのリリアナで、蓋をするっていうのが、BGの鉄板の動きになりますので、理想な動きと、はい、はい、そうですね。さあ、ここはタルモゴイフを出していきました。ここはいいですね。はい、これで今ソーサリが落ちました。3-4ですね。はい、クリーチャーと土地と思考がこい、ソーサリクリーチャー土地とソーサリで 3-4 ですね。うん、ここはなかなかいい立ち上がりですね。タイタンシフトの序盤がかなり、耐えなきゃいけないようなデッキだと思うんですけども、そういったカードって何か入ってるんでしょうか。うんうん、そうですね、タイタンシフト側の状況として、稲妻ですとか、はい、まあ、最近だと、神々の憤怒、はい、3点オールの、状況、あとは、BG に対しては、大阻止の遺産が、うん、効くと思いますね。特に今タルゴイフが、クロックの要になっている状態ですので、はい、大阻止の遺産を引くと、ドローを進めつつタルモゴイフのクロックを、無力化するということにつながりますので、非常に噛み合っていると思いますね。はい、ですが、井川選手の手札、見た感じですと、とりあえず土地だけを引いているような形に見えますね。あ、そうですね。ここでも動きがないっていうことは、フィニッシャーのタイタン、もしくは土地の連続引きってなりますので、はい、ちょっとそうですね、スタートの1ターン目は良かったんですけど、その後が、いまいちですね。はい。さあ、高尾選手、タルモゴイフでアタックして、闇の腹心を出しました。これで、5点クロックになったので、はい、と3ターンですね。はい、ライフ15対15ということで、相川選手としてはライフがなくなる前に、風景の変容を打ってゲームを決めるか、一旦盤面を流したいというような状況だと思います。そうですね、一回ここで土地を伸ばすカードを使えないと少し苦しそうですが、あ、アンガーゾーロボットと、はい、ここで神々の憤怒で、タルモゴイフは今タフネス4ですので死なないんですが、闇の腹心を除去していきました。ちょっと時間稼ぎをしたような形ですかね。そうですね、これで3点クロックになりましたので、はい、まあ、5ターン、見た目5ターンですね。バラクート側が、はい、インスタントカードを積んでないっていうこともありまして、はい、タルモゴイフが若干育ちづらい構成になってますね、うん、なるほど。さあ、ここで思考が声が手札に見えます。ここは打つのか他のカードを展開していくのかという形ですが、そうですね、さっきのその、4マナ揃った状態で何もしなかったということを考えると、はい、タイタンを引いている可能性も、考えられますね。あ、そうです、打ちますね。はい、思考はこれで、風景の兵を風景の兵を、新緑の近墓地ということで、まあ、1枚風景の兵を抜いていく形となりました。さて、ここで、次のターン、見た目で6マナ確定していて、はい、トップで、ハルカミなどの土地伸ばすカードを引ければ、はい、7枚、土地を生きに捧げて、18点本当に叩き込むことができますので、なるほど、わりかし、次のターン井川さんが勝つ可能性は高いですね。なるほど。バラクートが、5枚以上山を出している場合には3点飛ばすということで、同時に5枚以上、山が出ると同時にそれが全部誘発するということですね。はい、はい、それで6枚ですね。あ、6枚ですね。はい、
あ、しかし引けなかったようですね。ちょっとアンガーオブザゴッドに見えたので、ちょっとこのドローは、はい、ちょっと寂しいか。ただまだ時間はある形ではありますね。まだそうですね、はい。もう、このターンで決めるためには、土地を伸ばすカードが必要と言いましたけれども、はい、次のターンは、普通に土地セットでも問題ありませんので、まあ、さらに受けは広がりましたね。高橋選手は土地が2枚だけですので、手札で、不屈の追跡者がですね、2枚ほど見えますので、それがちょっと出せない状況ですね。そうですね、ちょっと今のタルモゴイフのクロックだと、ちょっとプレッシャーになり得ないので、はい、そうですね、ここでちょっと土地を引いて、クロック増強しないと、この試合も井川さんが取りそうな、予感がしますね。間に合ってしまうということですね、バラクートの。そうですね。さあ、高橋選手、バラクートのテキストを確認して考えております。ここはまず、はい、今日の呪文爆弾を使ってドローを進めてきました。で、土地を追加でセットランドと。あ、これ7枚、揃ってしまって、風景の変容。これで、6枚山が出て、3×6 で18点飛ばして、ゲームが決まってしまうと。はい、ということで、第12期モダン史に挑戦者決定戦準々決勝、1本目は井川佳彦選手、華麗にですね、風景の変容を決めて、1本目取っていきました。さあ、ここからサイドボードになっていくんですけども、はい、ちょっと今デッキリスト確認したいと思います。はい。さあ、1本目取られてしまった高尾選手なんですけども、はい、サイドボードからどういうカードが入っていくでしょうか。そうですね、サイドボードの、ハンデスモードで使える、集団的蛮行ですね、こちら取られていますので、はい、こちら2枚と、追加の土地破壊の、大爆発の魔導士3枚ですね、はいはい、あと、暗殺者の戦利品や、廃墟の地で、バラクートを割った後の、はい、サージカルエクトラクション外科的適質で、全てでバラクートを、はい、奪ってしまうという線を考えてサージカルも、入れると思いますね。なるほど。対して、井川佳彦選手、バラクートはですね、はい、サイドボードクロミドミッドレンジに対しては何を入れていくでしょうか。こちらは、追加のレリックをまず入れますね。これでタルモゴイフのクロックが、はい、すごい、弱くなってしまいますので、はい、大佐俊さん、はい、はい、あとは、序盤のクロック処理のためにフレームスラッシュを、まあ、入れてもいいかもしれないですね。今の動きを見ると、はい、タルモゴイフの数値が、3、4のまま、進行していたターンが非常に多かったので、はい、フレームスラッシュの、4点でも、タルモゴイフを、死亡させることができる。はい、炎の切りつけ。はい、はい、そうですね。ですね。こちらがソーサリーで、4点与えるというカードですね。はい。タルモゴイフの基本サイズは4-5と言いつつ、今回のマッチアップだと、インスタントが墓地に落ちづらい、試合でしたので、はい、タルモゴイフが 3-4 のまま、ちょっと黒くが貧弱で進行してしまったということがありますね。なるほど。さあ、見た感じですとかなりバラクートの方が有利な試合展開かなと思うんですけども。そうですね、そのバラクート側としては、序盤の、クロックを少しさばいただけで、あとは土地セット、まあ、普通に、土地を並べていくだけで、勝利するという点で、勝利条件が達成しやすいのに比べて、黒緑ミッドレンジ側は、基本的に、ハンデス除去クロックで、全ての面から、相手の勝ち筋を奪っていくんですけれども、はい、除去が、バラ君のクリーチャーに対して、刺さらないので、そこが一つ、勝ち手段を、絞られてしまっている点が厳しいですね。なるほど。さあ、ただいま、第12期モダン史挑戦者決定戦準々決勝の模様をお送りしております。準々決勝、フィーチャーテーブルですね、タイタンシフトを使っている井川佳彦選手対、黒緑ミッドレンジの高尾翔太選手をお呼びしております。1本目は井川選手が、風景の変容を華麗に決めまして1本先取しております。さあ、ただいまサイドボード中です。さあ、最近はなかなか風景の変容のデッキってなかなか見なかったかなと思うんですけども、最近になって
そうですね、はい、ちょっと前、ラブニカのギルドが出る前は、はい、確かにあまり見なかったんですけれども、はい、最近の、メタゲームの変化に合わせて、ちょっと増えてきたかなという印象は、はいはい、ありますね。はい、風景の変容が何か有利になった要因というのが何かあったんでしょうか。そうですね、最近の、バントスピリットの台頭と、はい、ラブニカのギルドでの、孤高のフェニックスの、はい、アークライトフェニックスのアーキタイプによる、はい、クリーチャーの、ビートダウンデッキ、早いビートダウンデッキ、はい、というのが流行りまして、クリーチャー除去を、たくさん積んでいるデッキが多かったんですね、はいはい、そこに対して、バラクとは、クリーチャー、フィニッシャーのタイタンしか、基本的に出しませんので、はい、そこの通常の状況に、引っかかりづらい。パスエグザイルは引っかかりますけれども、バラクド的にはパスエグザイルはそこまで厳しいカードではありませんので、はい、あとそのメインに、アンガーオブザゴッドを入れたことによって、はい、メタの上位にある、アークライトフェニックスと、バンドスピリットに対して非常に刺さりやすいカードがメインから、何の問題なく入れられるという点が強いですね。はい、全体3点で、しかも死亡したら追放してしまうということで、はい、はい、追放というところで、アークライトフェニックスは追放しまうということで、はい、はい、ということで、はい、今メタゲーム上ではタイタンシフトかなりいい位置にいると言ってもいいんですかね。はい、もうサイドボード的に、土地コンボをちょっとメタる余裕が他のデッキで、あまりなくなってきたという印象がありますね。はい、はい、はい、血染めの月などが、最近サイドボードに取られていることが少なくなってしまったっていうのもありますね。はい、なるほど。さあ、2戦目始まりました。先行は高橋選手、まずは思考囲いで相手の手札確認していきます。原始のタイタン、風景の変容、春神、あと土地が4枚という形ですね。まあ悪くはないっていう感じですが、はい、ここ何を抜くんですかね。神で序盤の動き、あ、もうフィニッシャーを抜くんですね。はい、ここはまずは原始のタイタン抜いていきました。さあ、一回選手、まず、一旦目はフェッチランド、処理していきます。サーチフォートモローだったんですか、ね、あ、失礼しました。あ、ごめんなさい。風景の変容じゃなくて、ごめんなさい。明日の探索でしたね。はい、こちら待機ですね。はい、失礼いたしました。あ、なるほど。細かい、土地を伸ばす呪文があったので、はい、フィニッシャーのタイタンを取ったっていう形ですね。土地を伸ばすけども、そこから出してくるカードを抜いてきたということですね。うん、そうですね、はい。さあ、高尾選手に手札には。タルモゴイフがありそうに見えますが、はい。まずはフェッチを切って、タルモゴイフか残忍な剥ぎ取り紙が見えたような気がしたので、どちらかを出していくんでしょうか。そうですね、この状況だとタルモゴイフだと、はい、3-4 で、まあ、残忍な剥ぎ取りだと、まあ、まだ 2-2 のままですが、はい、この2枚同時にあるときってどっちから出すかって結構難しいんですね。あ、なるほど、はい、残忍な剥ぎ取りを出しておくと、まあ、こういう達成に、はい、貢献してくれるので、確かに早めに出しておきたくはあるんですけれども、はい、ここは集団的蛮行ですね。はい、ここは、なるほど、はい、ハンデスでハルカミを抜いてきました。ベーロスですね。そして強情なベーロスと、うん、これが見えてしまったので、はい、もし手札に、ベールのリリアナがあった場合、ちょっとプラスをする必要がなくなってしまったので、ここでまあ見えたのはラッキーですね。はい、はい、この強情なベーロス、手札から相手の効果によって捨てられると場に出てしまうという出てしまうのでハンデス対策カードですね。はい、はい、さあ、ここはどう動いていくでしょうか。かなり選択肢があるように見えますね。タルモゴイフと、まあ、コジレックの神門で動くか、あ、タップイン処理ですね、はい、はい、まあ、手札見えないのが1枚だけなので、はい、まあ、ここはコジレックの神門を打つ必要はないですね。さあ、その間にも井川選手どんどんと土地を伸ばしていきますここは、あ、今アップキープの先ほどものですね、はい、さあ、3ターン目、高校3ターン目ですね。まあ、ただベーロスは 4-4 という大きさなの で、 そうです、ね、出されてしまうと、はい、先ほども言ったんですけれども、タルモゴイフはこのマッチだと 3-4 になりやすいので、はい、ゴジのベーロスの 4-4 のスタッツでタルモゴイフをガチガードできるというところが規模ですね、はい、ただ出してしまうと、
ベーベのリリアのマイナスのフコクモードで引っかかってしまうので、はい、出すのかどうなんでしょう。はい、ここは森と出して、ゴジラメルス出しましたね。うん、出た時に4点回復しますので、まあ、はい、ロングゲームになっていくかなと思えるんですけども、ね、はい、ここでフェッチランドで森を持ってきたのは、はい、大爆発の魔導士をケアしての動きですね。なるほど、なるほど。はい、ここは、2色土地、バトルフォーゼンディガーの、基本地形が2枚あった時のアンタップインを出すことも選べたんですけれども、はい、まあ、あえて、基本地形の森を持ってきたっていうのは、大爆発の魔導士を相当警戒しているということになってますね。はい、はい、そして大初心さん、引いた瞬間即置いて起動ということで、はい、こちらでそれで墓地が追放されてしまったので今タルモゴイフが 0-1 の状態になってしまいました。あのトラッカーが出ましたので、ここからトラッカーのクロックが、上昇しつつ、いろいろと妨害札を引いていけるというところがいいですね。はい、さあそして、そちらの切って不屈の追跡者の土地が出た時の能力で手がかりが増えていきます。こちらで何か有効牌を引いていきたいところですね。そうですね、ここで引きたいのは、ベールのリリアナが引きたいですね。一回ベールスをマイナスで処理した後に、はい、プラスで、ハンドを縛っていくという動きがしたいですね。はい、さあここは引いていくか追加の何かを出していくか。まだ引いてきました。ここでドローしたのはちょっと見えませんでしたが、これで複数の追跡者4-3になりました。アタックしていくんでしょうかね。ここはちょっとまだアタックはしたくないですね。はい、ベイロスを超えるにはあと2回、手がかりトークンを割かる必要がありますので、はい、ちょっと今のマナがありませんので、次のターン、あ、ここファルミ大爆発の魔導士引いたんですね。あ、なるほど、今の手がかりで引いたのは大爆発の魔導士ですね。はいはい、もう一回手がかり使っていきます。まあ、今と基本地形しか並んでいない状況ですので、はい、大爆発の魔導士を出しても、まあ、効果が薄いと判断したんでしょうね。なるほど、最後盤面はタムゴイフ、あ、全部土地ですね。はい、こちら苦しみも打ちましたが手札には何もなしと土地だけということですね。うーん、まあ、でも逆に何もないということが分かったので安心したところでもあるんでしょうかね。そうですね、次は、この状況どうするんだろうな。多分次のターン BG が、もう一体クロックを展開しつつ、はい、不屈の追跡者で攻撃。あ、ただ桜族の長老ですか、ちょっとめんどくさいですね。はい、井川選手土地が6枚と桜族の長老王城のベロス。高尾選手の場では、タルモゴイフが今 2-3 のタルモゴイフと、不屈の追跡者が今 5-4 で手がかりが1個という形ですね。今暗殺者の戦利品引きましたね。はい、で、外科的敵質の手札にあるように見えますので、はい、うっかりバラクートを置いてしまうと、はい、フィニッシャーがこれ全て抜かれてしまうという状況が。あ、ただもうここクロック優先ですね。はい、ダメージ優先でもうベイロス打ってましたね。まあ、手札には今土地しかないのでまだ除去して、まあ、クロック進めたいという形ですかね。はい、あ、ここで唯一打てそうなインスタントが落ちたので、ここでタルモゴイフ4-5に成長しました、ね。はい、4-5のタルモゴイフと、5-4の不屈の追跡者がいる状態です。さあさらに何かしていくか。まずはここ2つでアタックと、うん、とりあえずそうですね。はい、そして不屈の追跡者をブロックしてそのまま効果起動で山を、とデッキから持ってきました。さらに高尾選手、残忍な剥ぎ取りを追加しました。まだこれは 2-2 の状態ですが、そうですね、BG 系のクリーチャーが落ちることはおそらくこの状況だと残忍な切断、残忍な剥ぎ取りが、墓地に行く以外なさそうですので、はい、こいつが 4-4 になるのは次のターンが最速ですね。はい、そしてイカ選手バラクーと今手札に引き込みましたが、高尾選手手札は大爆発の魔導士と外科的敵質という2枚置きますかね。あまりここ、いや、ここは置きたくはないですね。高尾選手の手札ちょっとわからないですがケアしていきますかね。そうですね、ここはやっぱり一旦スタンピングランドを置いた方が丸いと思いますね。うん、なるほど、風景の辺を引いたら即
そうですね。とりあえず行きたいですと。はい、いいと思います。さあ、風景を変容を引くまで間に合うか、高尾選手。一応見た目のクロックが、現状で9点クロック、ありますので、はい。11点か、はい。11点クロックありますね。もう2ターンクロックですので。はい。ここで、大爆発の魔王書を、踏み鳴らされるうちに使って、アタックしていきました。そして3枚見る。闇の伏線と土地と、外科的適質が見えています。あ、なるほど。そうか、大爆発の魔導士を自身に捧げることによって、行為を達成して、なるほど。残忍ヘルピーの打点を上げたということですね。あ、なるほど。では今、4点、4点、5点で殴っていたということですね。はい。ここでバラクード2枚引いて、何もできずと。井川選手、投了いたしました。はい。第12期モダンシン挑戦者決定戦準々決勝。2本目は高尾選手が取り返して、さあ、1対1という状況になりました。さあ、ちょっと。やはり土地コンボ得意の何も引かないそうです、ね、という状況になってしまいました、はい、ただまあいつでももうスケープシフトを敷いた瞬間にもう噴火してしまう状況だったので、はい、まあ BG 側もヒヤヒヤものですよね、はい、こういう状況だともう一刻も早くこのゲームを終わらせたいと思う、まあ、という形ですよねはい。さあここ、先手後手が入れ替わる形となったんですけども、これ先手後手で何か入れ替わるかどうっていうのはあるんでしょうか。先手後手そうですね、あるいはサイドカードを今何か見たので入れ替えていくみたいな。うーん、おそらくこの、デッキタイプ的には、両方ともメジャーな、デッキタイプになっておりましたし、はい、サイドボードで奇抜なカードを入れられるようなデッキ同士ではないので、はい、そうですね、このマッチ先手後手ではそんなにカードは入れ替わらない気がしますね。なるほど、なるほど。かなり、タイタンシフトの方も、かなり、なんですかね、先手後手で、コンボ決まるターンっていうのが、かなり重要になってきますので。うん。まあ、先手だと、そうですね、もしかしたら、フレームスラッシュとかは抜いちゃうかもしれないですね。あ、なるほど。そこまで時間を稼ぐ余裕も、意味もあんまりないというか、薄いんですかね、先手だと。ね、はい。さあ、ただいま第12期モダンシン挑戦者決定戦準々決勝の模様をお送りしております。準々決勝のフィーチャーテーブルは、タイタンシフトを使う井川義彦選手、対して、黒緑、ミッドレンジを使う高尾翔太選手のマッチをお送りしております。ただいまですね、井川選手、高尾選手、共に1本取って、次が3ゲーム目という形になっております。井川選手、そう、不屈の追跡者、今、サイドインしていましたね。なるほど。BG ミッドレンジが、相手ということで、まあ、消耗戦になりやすいということで、はい、手札アドバンテージを稼ぎやすい不屈の追跡者をサイドインしてたんですね。なるほど。そうね、土地が出るたびに、池に、調査を行って、2マナで、ワンドローできると。これすごいカードなんですよね。はい。本当に私も大好きで。はい。使ってます。もうスタンドにあった時もですね、この不屈追跡者、もうかなり活躍してましたので、これがモダン級のカードであったということですね。そうですね。はい。特にまあモダンですと、まあフェッチランドとの組み合わせが、もうすごいですよね。アドバンテージの塊、ただ1点ライフを切る、払うだけで、はい、ドローがもう確約されているというところがもう非常にありがたいですね。フェッチランドを置いて、さらに土地を持ってくることによって、手がかり得2個出てしまうと、うん、いうことで、さあタイタンシフト、黒緑ミッドレンジどちらにも入っていると。そうですね、はい、かなり緑のロングゲームを目指すデッキにとってはかなり必須パーツみたいな形になってきたのかもしれませんね。そうですね。さあ一回、タイタンシフトの井川選手マリガンを選択しましたかね、あ、画面、すみません。高尾選手1本取ってるので、あ、1本追加してください。画面の。はい、ありがとうございます。さあ、6枚でキープでトップ見ました。4枚の土地と風景の変容が2枚ですね。かなり厳しいか。そうですね。このスタートはできればした。あー、しかもコジレックの審問ではなく、思考が濃いですね。はい、さあ、一旦目、山。結果的適質をされてしまうと、はい、相当手札がもう寂しくなってしまいますね。さあ、高尾選手、思考枠へとりあえずはターン終了と。うん、いうことで、井川選手、
まあ、2ターン目はアステの探索を引いたのでそのまますぐ、すぐさま待機と。うん、あと高瀬2ターン目はタルモゴイフですかね。あ、そうですね。ただ今出してしまうとそのまま神々の糞で引かれた場合に追放されてしまうのでどうでしょうか。いや、おそらく神々の憤怒はサイドインは、サイドアウトするからだと思いますので、はい、神々の憤怒は多分、あ、闇の腹心からですね。はい。なるほど。ただ育ってからまた出していく形でしょうかね。そうですね。クロックが、現状だとタルモゴイフと変わらないっていうところも、闇の腹心を出す要因となったんじゃないですか。あ、なるほど。出しておけば、アドバンテージ取れるカードではありますので。そうですね。一旦でも早く出したいカードですので。はい。石川選手は土地を置いて終了。闇の腹心でフェチランドをめくってさらに戦利品暗殺者の戦利品を引きました。そして闇の腹心アタックしていきます。ここは追加のクロックのタルモゴイフ展開したいですね。はい。さあ土地を切って例えば手札にもベールのリリーナあったんですけども、先ほど豪城のベールを見てるのでなかなか出すかどうかというとどうですかね。なし。ああ、そうですね。まあ、見えない手札1枚ですし、はい、まあ、ベイロス、まあ、おそらく入ってて、まあ、2枚程度と、まあ、予想されるので、はい、対戦プレイヤーとしては、はい、まあ、ここはもう強気に出していくと思いますね。はい、はい、出してきました。ね、はい。そして、ベイロスのリニア出していきました。さあ、相川選手は持っているか、ベイロス。考えてるってことはないんですね。残念ですね。ああ、そうですね。あ、召喚師の契約。はいはいはい。ですか。ここは、はい、風景の変容。をディスカードしました。そうですね、風景の変容は強力なカードではあるんですけれども、はい、土地が7枚以上ないと効果がないという状況で、ベールのリリアナで手札を縛られてしまうということは、ラウンドセットもしづらいということを考えて、まあ、風景の変容、はいはい、フィニッシャーですけれども、泣く泣く落としたという形ですね。はい。つまり、まあ、そちらのプランはちょっともう諦めている形ですかね。そうですね。召喚師の契約を引いているので、土地6枚で、プレイ可能な、原始のタイタンの本を、しかし、ここで、召喚師の契約、もうすぐに使っていきましたね。今、メインフェーズですよね。はい。トラッカー、あ、なるほど。これ、トラッカーを出しますが、トラッカー出して、フェッチョーランドを切って、手がかり1個出して、うん、これで、ベルのリーダーに対抗しようということですね。ただ、まあ、こちらは、おそらくマイナス2ですぐに除去されてしまうとは思うんですけど、そうですね、ここは、ベールミアマイナス処理で、まあ、十分、こと足りるかなと思いますね。はい。次のターンは召喚師の契約で、4マナを払うことが、要求されますので。はい。さあ、そして、思考囲いを、闇の腹心でめくっていきます。ただ、絵がかりは2個出ているので、まあ、2ドロー分は、確保したという形ですね。うん、そうですね。ただ、その、さっきほども言いましたけれども、次のターンは契約の4マナがあるので、はい、今見ている、まあ、今5枚並んでますが、まあ、4枚寝てしまって1枚しか起きていず、アンタップの土地を引かなければ、はい、手がかり起動もできませんので、はい、手がかり2個ある状況とはいえ、ちょっと厳しい状況ですね。なるほど、なるほど。さあ、高尾選手の盤面には、闇の苦心と、ベルのリリアナ、ございます。そしてさらに、思考囲い相手の手札を確認していきました。ただ、土地だけしかなかったので、タルモゴイフを追加してターン終了と。そうですね。この状況なら、アンタップインの土地はありますので、一応手がかりは手、起動することができます。まあ、エンドにまず一回起動して、はい。はい、契約忘れないように。はい。さあ、ここはしっかり忘れずに、はい、払っていきます。結構ね、忘れる方がいらっしゃいますね。そうですよね。つい私も先日、はい、昨日のラスト、モダン史に挑戦したトライアルで、はい、1試合目にパクトシしちゃいましたね。いや、この契約もね、ほんと、ダイス、ね、デッキの上にダイスを置いて忘れないようにってみんなやるんですけどね。すぐもうアンタップして引いちゃうんですよね。引いてしまうとね、そのまま敗北し、払わないと負けてしまいますので。巻き戻りませんので、そこは。さあ、その間にも高尾選手、この一旦を無駄にせずに、できればどんどんとライフを詰めていきたいですね。そうですね、もう6点クロックありますので、はい、ミシュラランドや追加のクロック、あ、バイタルフォースニッサーが見えますね。あ、はい、セーブの力ニッサー。そうですね、こちらなんですけども、はい、キルターンをずらすことができるので、はい、あまり採用されてないカードがゆえに、まあ、警戒されづらく、BG の
BG であるゆえに、稲妻等の、火力がないということを踏んで、キルターンを考えるんですけども、はい、バイタルフォースでキルターンをずらすことができるというのが非常に強力ですね。はい、さあここはベルノイアナでプラスですかね。そうですね、プラスでアタックしていきます。これで今ライフが、今4、6点なので 7ですかね。もう次のターンクロックで勝ってますね、はい、このターンバラクートが風景の兼用を引けば、あ、タイタン、もうイカ選手引いたのは原始のタイタン。タイタン、バラクートが手札にありますので、はい、ただバラクート置いても、6点しか届かない。これ難しいですね。バラク置いてからの原始のタイタン、これ山2つ。そうですね、これで、ベールのリリアナをとりあえず、除去しない と、タイタン布告で、はい、クロックが通ってしまいますので、とりあえずベールのリリアナに3点と、そうですね、クロック、あ、ここはクロックに、ね、なるほど、そういうことですね。はいはいはい、クロック両方とも対処して、はい、あ、ただこれだと先ほど言った、バイタルフォースニッサーが、はい、5点速攻でいけるんですが、途中引ければという形ですね。そうですね、5枚目のアンタッピンが、はい、あ、引けないですね、はい、さあここで、暗殺の戦品はありますが、ここはまずベイリーのリリアナでマイナスで除去ですかね。そうですね、バラクートが、場にある状況ですので、はい、あと暗殺者の戦利品のタイタンには打ちたくはないですね、はい、ここはベールのリレナで、タイタンに対して、マイナスで除去をしつつ、バラクート場に1枚ですよね。そうですね、バラクート場に1枚であれば、はい、バラクートに暗殺者の戦利品が丸いと思いますね。なるほど。さあ高橋翔選手、このターンに削り切れるかを考えてますかね。あ、いや、このターンはちょっと無理ですか。このターンは無理ですね。では的には土地があれば決められたんですけどね、はい、ベールのリリアナをマイナスするか、あとは暗殺の製品の使いどころを考えている形ですかね。そうですね、まあ、土地、まあ、バラクートに打った方がいいと思うんですけどね、ここは。はい、相川先生、次は剣士のタイタンか風景の変容で、まだまだ場面わからないような状態かとは思うんですけど。そうですね、あ、まあ確かにその、あ、でも次のターンタイタン引かれたことを考えて打たないっていうのは多分ないと思うので、はい、もうタイタン着手した瞬間にも仕事は終わってしまっているので、ここは打った方がいいと思いますけど。はい、打たず、イカ選手引いたのは、あ、ここアップキー、ドロー後に、ドロー後にアンサスの製品で、こだまずリーチなので、なるほど、OK、はい、というわけで、ここはですね、高橋翔太選手見事にライフを削り切りました。はい、第12期モダンシーン挑戦者決定戦準々決勝は高尾翔太選手の勝利になりました。おめでとうございます。